はい、こんにちは。今回はですね、日産のモコを車検でお預かりしています。ですね、悪いところをまあ探してみたところ、ウォーターポンプが、ちょっと水が滲んでいたので、交換することになりました。一応まあこの車は10万キロ超えてるので、まあタイミングベルトを交換しない分、まあ一応ウォーターポンプの方は交換していった方がまあいいのはいいので、まあちょうどいい時期だったのかなと思います。まあ一応外してある状態を映してます。外すのに、駅マニを外さなきゃいけないのかなって思ったんですが、一応この隙間の部分から、アクセスして、この、まあ、見えてる部分のボルトが取れたので、外さずにウォーターポンプが外せました。はい、そしてこれが外したウォーターポンプになります。実際は、この部分から外して交換できるといいんですが、部品としてはもうこの部分までごっそりとしか出ないので、ちょっと高くはつくんですけども、仕方がないということです。そしてこの車は一応まあ10万キロ走行距離超えているので、まあそれも兼ねて交換した方がいいのかなっていう感じにはなります。実際ちょっと漏れてたとこはここの部分のパッキンのところからちょっと緑の LLC 冷却水がこう固まってる感じで、まあこの部分もそうですけどもちょっと緑になってたりしてました。はい、そして問題の、ボルトの部分がここです。下から見てもこう緩まない、締めれないって思うんですが、この穴から入れれば入ります。ですが、こんな感じで入れることができます。で、隙間から、工具で締め付けていきます。
はい、これで、ウォーターポンプは固定できました。はい、このように、ウォーターポンプを無事に取り付けることができました。このように見てもらうと分かるかと思うんですが、結構入り組んでて、外しにくいっていうのが分かると思います。この後、このようにエア抜きをしてですね、バンパーを取り付けして、あとはですね、テスト走行をして、終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。もし、この動画を見ていいなと思った方はグッドボタンと高評価お願いします。そしてまたよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。